話では、はいはい、0歳9ヶ月の時に公文に行きました、はいはい、それぐらいからまあ勉強してた、まあ、ある意味教育課程だったんです。一番は親父の一言ですね。ではちゃんと会社員やっておこう、なるほど、まあ、システムも遅れてたし、まあ、ここにかなり課題があるし、そこをなんか支援できるような会社を作れたら面白いんじゃないかなっていうので、まあ、起業したと。よろしくお願いします。杉本です。査定の時にどうにかならないって言ってくれる。大体どうにかしなくても帰る。よろしくお願いします。本日はですね、ドガストの社長の佐藤さんに、お越しいただきました。はい。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。中古業界で結構佐藤さんの名は広がってるかなと思うんですけど、僕もですね、佐藤さんのそのもう成り上がるまでのこう人生みたいなのをあんまり深く聞いたことないんで。ちょっとですね、はい、本日まず初回の動画はですね、はい、その佐藤さんが成り上がるまでの動画っていうところをちょっとテーマにね、いろいろ話を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、一応今回のテーマが公文で全国1位、これ合ってますよね、はい、ああもっと全国1位、はい、でそっから最強の転売屋になってからの成り上がり人生の大暴露ということでねこちらをちょっとテーマにやっていきます。はい、はい、ということで、まあ視聴者の方も知らない方もいるかもしれないので、簡単なちょっと自己紹介をお願いしたいんですけども、はい、じゃあ、成り上がっていない前提で成り上がっていない前提で、はい、改めまして、株式会社ノバスタの佐藤と申します。お願いします。お願いします。年はですね、1992年生まれなので、はい、今年29歳と29歳、はい、ギリギリ20代と、ギリギリ20代、はい、ウォンテッドリーでね、はい、社長が20代というところにチェックがある最後の年ありますね、よく聞きますね、はい、創業したというか、うん、起業したのが19の年なので、私ちょうど10年目、もちろん新卒は社会人から入れたんですけど、はいはい、今の会社は2社、2社経営している、はい、という感じですね、はい、はい、ちなみに今やってる会社の2社はどういった会社をやってるんですか？株式会社ノバストについては、リユースのシステム、うん、リコアというクラウド型のボスシステムを制作している会社です、うん、でもう一つが株式会社ソバリという会社で、こっちはもともと僕の創業がリユース EC というところなんで、その EC の、まあ、ドメインでコンサルティングをやる会社というところで2社やらせてもらいます。わかりました、はい、じゃあそんなですね、佐藤さんの今日は人生についてね、いろいろ迫っていきたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。で、そしたら、なんか、はい、僕は佐藤さんのまずその経歴の中で最初すごいなと思ってるのが、公文でまず全国1位を取るって、はい、僕は塾とか行ってなかったですけど、小学校の頃ってみんな公文行ってたじゃないですか。なんかその公文の中でトップを取るって、なんかもう化け物だなと思うんですけど、その公文全国1位のところっていうのは、それ小学校の頃になんか一つの学部とかで1位になったみたいな、学科とかで。はいはい。もうでも20年ぐらい前だし、はい、まあ、記憶も定かじゃないんで、多少違う部分があったら許してほしいんですけど。親の話では、はいはい、0歳9ヶ月の時に公文に行きました、はいはい、0歳9ヶ月の公文行ってんの？え、マジですか？最初って、はい、鉛筆を握って、はい、端から端を線でつなぐみたいなやつからスタートするんですよ、はいはいはい、まあ、それをまあどん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 クリアをしていくんですけど、はい、まあ、要はそれぐらいからまあ勉強してた、まあ、ある意味教育課程だったんですね、でやってて、そこからまあどん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 こうやっていくんですけど、はい、国数 A かな、この3教科を、もう早くからやっていて、僕の記憶では小学校ぐらいに2時間数ぐらいをやってた。マジですか？そんな感じだったような記憶はしてます。ちなみに親御さんってなんかそれぞれ聞いていいのか分かんないですけど、なんか何されてる方なんですか？親父はまあ普通にまあ一応国立出て、はい、で会社員で、まあ、ある程度出世してまして、ね、親も、同じ親父と同じ会社に入って社内結婚して、今は公務員。なるほどですね。あ、じゃあ割と固い家系なの？めちゃくちゃ固い家系です、ね。よく言われるんですけど、全然経営者家庭。ああ、はい、なるほどですね。で、その公文に全国1位になった時何歳ぐらいの時なの？いや、もうわかんないです。結構もうずっと1位だったような記憶。マジっすか？まあでも本当ちっちゃいの。はいはいはい。要は、まあ当時、今は全然多分違うと思うんですけど、うんうん、当時は、要はその自分の学年のその、まあ、平均、はい、要はまあ例えばじゃあ、5歳だったら、うん、まあ、B というランクが平均だったときに、うん、どれぐらいその先を進んでるかという進捗ランキングみたいな、なるほど、っていうのがあって、要は僕は結構早くからもう先のやつをやってたんで、うん、そこで1位だったって、なるほどですね、だから点数がとかっていうよりは、はい、どれだけこう先のクラスに行ってるかみたいな、そんな感じの評価だったような記憶があります。なるほどですね。で逆にそれだと学校行ってもつまんないですよね。勉強とか学校行ってもつまんないですね。ですよね、はい、じゃあ絶対友達いなかったですよね。
あのでも学生の時は小学校を2校、はい、中学校も2校、はいはい、幼稚園さん2つかな、も超転勤で、はいはいはい、めちゃくちゃこう移動してたんですね、はいはい、なんでなんかこう勉強でどうのこうのって確かにあの苦労することそんなになかったんですけど、やっぱりこう友達作りというかその、ね、そコミュニティに馴染んでいくっていうところはすごくこう意識をしてたというか、そこを頑張ってたかもですかね。大変ですよね、けどね、そんなね、新しい環境です、ね、実際佐藤さんの学生時代って僕何してたかあんま聞いてないですけど、小学校から勉強してたんですか。もうずっと20年、次のも一緒ですね、サッカーやってて。ああ、はいはい、サッカーやってたと、小中はクラブチームだった。はいはいはい、部活はなんか卓球とか。ああ、なるほど。ありがちな。え、クラブチームっていうのはなんか有名なクラブチームとか。あ、いや、でもその地元ではあまり有名なところに入って、はいはい、でやってたって感じですね。なんかあれですよね、あの学生時代県選抜か。あ、そうそうそう、まあ、県選抜とかそれぐらいは入ってましたね。いやー、じゃあもう文武両道な感じですね。まあそういうとそうですね。昔は足も速かったし学級員やだったりとか。ああ、そうですか。よくある典型的なやつ。なるほどね。あの僕学生時代に会ってたら絶対友達になるね。でもあのこれ多分僕すごい、はいはい、あの いいところというか強いところは、はいはい、ヤンキーから陰キャまで仲良かったんですね。ああ、なるほど。なんかリーダーではなくて、はいはい、2番手ぐらいの位置をやっぱずっとキープしてて、要はポンとその新しいコミュニティに入るじゃないですか。うんうん、その時に、まあ、関さんみたいなこうガキ大将みたいな人も横にピョンといて、まあ、うまくこう上の層とも仲いいんだけど、まあ、こうインテラのことも仲いいみたいな、絶妙なバランスを取ることによって担任の先生から気に入られるっていう、なるほど、ね、そういうのをやってました。一番うまいやつですね。で、僕を表に立ててみたいな、そうそうそう、そいつが怒られるみたいな。そうそうそう、まあ、そういう意味では賢かったかもしれない。確かに今でもその節ありますよね。まあまあ、そう僕のこと見て遊んでるみたいな。いやいや、そんなことない。関さんすごいなと思いながら。話題にしてます。いやいや、でそっから学生時代はじゃあ、まあ、勉強もしながら、サッカーもやってたわけですよね。そうですね。うん、それは小中。小中高。高もありましたね。あ、で、なんか転売を一時期やってたみたいな。はい。はい、なんか、多分一番最初に授業っぽいことやったのが、はい、中学校の時。あ、そうなんですか。なんか別に授業でもないんですけど、当時パソコン好きだったんですよ。はいはいはい、で、まあ、親も含めてやっぱ山田電機とかああいうところで買うじゃないですか。はいはい、で、まあ、大して分かってないから変なの買っちゃうんですよね。はいはい、で、まあ、自分は価格コンみたいな比較サイトを見て安いところで買うっていうのは当時からなんかやってたんで、はいはい、じゃあ親から予算15万で、はい、まあ、例えばこのこういうの買ってほしいって言われたのを、まあ、要は山田電機でこれぐらいで売ってるから、はい、それより安い価格で買えばその差額もらえるよねっていうので、まあなんか口を小遣いをされて、で、それをこう、まあ、親戚とか周りの人にやったりとか、友達の親にもやってましたね。だから始めて、で、そこからなんか部品とかも含めて作ったりするようになって、で、ヤフオクに入っていって、それは何歳ぐらいですか。あ、でもその辺で高校ぐらいですかね。高校って、まあ、バイトもちろん禁止だったので、はい、なんかお金稼ぐ手段なかったんで、なんかそういうこう、まあ、転売までいかないですけど、なんかこう、ヤフオクで買ってみたいなのをちょこちょこやってた記憶があります。なるほど、やっぱそういった時からやってるんですね、なんかね、いろいろね。なんか、ずる賢かったかもしれないですね。で、まあ、じゃあその時は、じゃあそんなに明確なこうガチの金儲けっていうよりは、ちょこちょこそういう全然全然小遣いかそんな感じのことをやってて、そっから大学に入ってたんだ。そうですね、中学校ぐらいまでは結構勉強できたんですけど、高校からもう本気で部活始めてしまって、6位ぐらいで高校入ったんですけど、はい、最初のテストで322中317位になったんですよ。マジですか、佐藤さんが。一切勉強せず、ただ漢文とか難しいじゃないですか、はいはいはい、全く分かんなくて、はい、でそんな感じで3年間やって、で最後もギリギリまでサッカーしてて、はいはいはい、でやっぱ浪人しちゃって、はい、で、まあ、大学、まあ、1年浪人した後に、まあ、大京大大阪教育大学、まあ、先生の学校に入って、うん、っていう感じですね。そうか、なんか佐藤さんも落ちぶれた時はいつあったんですね。全然全然もうバチバチ落ちぶれてました、そっからあの先生の学校、まあ、大学入って、はい、先生を目指してたんですか。なんか昔からやっぱ先生やりたいなって思いはあって、はい、で、まあ、浪人する前というか、うん、最初は経営学部みたいなところに行こうかなと思ってたんですけど、なんか先生やりたいなってなったのと、まあ、多分受験に疲れてたんじゃないですか、うんうんうん、なんかこう入れそうだなっていうので、はいはい、まあ、勉強内容やるっていう感じですね。まあ、確かにちょっと先生感ありますもんね。本当ですか。で、そっからその転売の道に歩むっていうのはどういうストーリーなんですか。最初学生、まあ、大学入って、めっちゃバイトしたんですよ。はいはいはい、
塾を2つ掛け持ちして、はい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 、朝はホテルの朝食のバイトして、はい、で夜中は、ラウンド1、はい、で、ゲームセンターのスタッフで、はい、朝バイトして学校行って塾やってラウンド1やってみたいな。つらっ。もうめちゃくちゃお金稼いだんですね、はいはいはい、バイトで、うん、でそのバイトで貯まったお金を全部1年目の夏ですね、よく覚えてるんですけど、パチンコ AKB が出たんですよ。ほうほうほうパチンコ AKB が出てで、まあ、当時ハマったんですよ、夏に。はいはいはい。でそれにハマってしまって、はい、で、まあ、何も溶かしたのか、でも本当数十万になるなと思って、はいはいはい、これやばいなと思って、なんかこれ、勝てる方法ないかなみたいなので、よくあるオカルトみたいなやつをいろいろ見たりとかしてる中で、たまたまなんか見つけたのが、パチプロ養成所っていう、多分もちろん今ないと思うんですけど、うんがなんかたまたま自分の地元でやって、2泊3日で数万かかったんですね。マジか、おもろ。やばいなと思いながら、はい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 、ちょっと興味本位なんです。昔は興味本位だったんですはいはいはい、はい、行ってみたら、すごいちゃんとしたところで、要はそのパチンコの歴史から、はい、国の見方から、はいはい、その王道のことを人と勉強して、はいはい、最後こう、プロが一緒に横についてくれて、実務をやるみたいなのをやって、そこから勝てるようになったんですよ、ね。で、ある程度数十万月稼げるって、はい、でじゃあまあそれをなんかこう発信するってことが流行ってたので、ブログやったりしてみたりして、でやってたんですけど、まあ、当時それでなんかこう、まあ、2チャンネルで叩かれてなんか病んじゃって、もうやめようと思って、そっからもう一通りいろいろやったんですよ。で、FX やったりとか、株やったり、で動画編集、デザイン編集とか、スクールみたいなとこいろいろ行ったし、やった中で最後に残ったのがこう物販だったんですね。非課税じゃないですか、パチンコって。現金をそれなりに稼げる。で、まあ、それをいろいろ投資してやった中で、なんとなく面白かったのがブッパっていう。そいつはいくつですか ?19、20ぐらいですね。濃いっすね。ですね。その1年にはかなり濃かったですね。まあ、もちろんね、並行してやってる時期はあったんですけど。で、そっから、まあ、転売の方はどういうきっかけでそこに走り出したっていう。転売は、まあ、要はそのスクールみたいなのが入って、はいはい、それが要は、まあ、いわゆる本セドリってやつで、ブックを回ってたんですけど、はいはい、当時の大阪厳しかったんですよね、めちゃくちゃ。で、なんかまあそのスクールが、まあ、要は本だけじゃなくて家電とかホビーとかをやろうぜみたいな感じだったんで、じゃあそれをまあブックオフだけじゃなくてセカンドストリートとかハードとか、ああいうところに行って、もちろん新品もやったりしながら、まあ、総合オールジャンルと言われるところを一通りやって、その中でこう、まあ、講師みたいなのにこう上げてもらったんですよ、早い段階で。でそこからなんか自分でやっぱりこう数字積み重ねるよりも教える方がいいなってなって、うん、そっちの方に結構入ってたんですね。で、まあ、そこ一通りやったわけじゃないですか、うん、でそこからいきなりこう府内総研みたいな感じですか、なんか間にありますか。そこからまあなんでスクールというか、まあ、僕も結構表には出たくなかったので、はい、裏方でいろいろやってて、うん、そのまあスクールのシステムを作ったりとか、うん、まあ、そういうこうなんていうの、そこで初めてシステムに触れた感じです、ね。ああ、なるほどね。は転売ってやっぱりね、はい、皆さんもいろいろ使ってると思うんですけど、うん、まああんまり言えないであれですけど、今もこうあるようなシステムの開発に関わったりとか、うん、そういうなんていうんですか、裏側の設計とかシステムで効率化するとかっていうところをそこで初めてやっていって。うんうん、でそこからなんで逆にその結構稼いでたわけですよね、転売時代に。まあぼちぼち稼いでましたね、うん、で金もあったわけですよね、はい、でそこからなんでこうその府内総研に入ってたんですか。そこからあえてこう、まあ一番は親父の一言ですね、要はちゃんと会社員やっとけ。おー、なるほど。まあ、人を雇う上でやっぱり会社員やってるっていう経験っていうのは、まあ絶対悪くないっていうので、はいはい、まあ、就活はしようと思って5社ぐらい受けたんですけど、割と全部内定もらえて、うん、で最後の最後に受けた府内総研っていう会社が、まあ、コンサルティング会社なんですけど、まあ、そこに行くことになったって感じですね。それコンサルやりたかったんですか。なんかこう人の成長に携われることって、自分の中で就活のあれがあって、なんでまあ必ずしもコンサルだけじゃなくて、例えば塾もそうですし、ベネッセとか、うんうん、あとコンビニの SV みたいな仕事とか、うんうんうん、何でもよかったんですよね、うんうん、だからこう、まあ、コンサルに近いような職種は受けてたかなっていう感じがします、ね。でそこから府内総研に入ったわけじゃないですか、はい、でこうリユースの、うん、要は事業支援みたいなものをやったこう背景みたいなものを、自分から希望してもそこだみたいなのを決めてた。そうですね、なんか日本のコンサル会社って、そのリユースとか EC を専門でやれる会社ってないんですよ、そこしかなかったんですよ。今もないですけど。あ、そうなんですね。府内総研が初めてじゃないですかね、リユース業界のコンサルってちゃんと B 向けにやったっていうのは多分
始めてて、うん、それがあったんで船井を選んだっていう。なるほど。リースの方の事業立ち上げに、うん、まあ、入って新卒で入りましたもん、はい、そこからはその伸ばす企業まではどんな感じの流れだったの？当時やってたのが、それこそ転売屋さんの人に怒られるかもしれないんですけど、うん、まあ、リサイクルショップがアマゾンで売ったら、うん、その転売屋さんが最近を稼げてるんだったら、リユースショップ自体が EC ちゃんとやれば、うん、もっとこう高く売れるよねっていうのがあって、うん、要はもうリサイクルショップにアマゾン付加しようっていうコンサルティングを最初やってたんですね、うん、まあ、ただもう早くから飽きちゃったんですよね。はいはいはい、はい、で会社だけはちょっと早めに作ろうかなみたいな感じで子会社を作って、うん、2年いなかったんですかね。1年半ぐらいまで退職をしてっていう感じなんですけど、まあ、なんで起業したかっていうと、はいはい、まあシンプルにも会社員はいいかなって思ったのが一つと、はい、まあ、あの建前的な話でいくと、はいはいはい、やっぱこの業界ってすごく、まあ、そうやってね、転売屋さんにこう抜かれちゃうぐらい、うん、まあ、要はリテラシーが、ね、うん、やる側も低いと、うん、なんで、まあ、システムも遅れてたし、うん、ここにかなり課題があるし、うん、逆に伸びしろもあるなと思ったので、うん、でそこをなんか支援できるような会社を作れたら面白いんじゃないかなっていうので、まあ、起業したわけ。まあ確かにね、まあ、当時で言ったポケモンけどそうですけど、やっぱりこう使えるシステムなかったっすもんね。マジでなかったんですよ。マジでないっすよね。なんかやっぱり自分たちでやってる時って、はい、あのまあ、今のうちの現 CTO が作ってくれたシステムを使ってたんですけども、はい、それの方が当時そのコンサルで入ってた時に中小企業に入ってるシステムよりもいけてたんですね、どう考えても。いけてますよね。なんでこれはやっぱりいい課題だよな、うん、まあね、もちろんシステムだけじゃないんですけど、はいはい、まあね、デジタル化とか DX って言われる中でそこが弊害になるケースってやっぱあるじゃないですか、うん、成長において。なんでそこをクリアにしたいなっていうところ で、やっぱ現場をやってきてコンサルの目線があって、でシステムにもそれなりに強いっていうので、うん、まあ、多分自分しかいないだろうなっていうのがあって、その領域をやったっ、ね、なるほどね。そっかそっか、勝てる領域をちゃんと選んでたみたいな感じですね。ニッチですけどね。あ、ニッチですけど、まあ、けどニッチ極めればね、それなりに大きくなったりしますからね。なるほどな、確かにな。なんかやっぱりこう中古業界の人たちって、まあ、その多分その不動産とかそういう単価が、商材単価がでかければ効率化ってそこまで必要ないかなと思うんですけど、商材単価はぶっちゃけ安いじゃないですか、うん、1個って1万とかしか儲かんないっていう世界の中でやると、こうどれだけこうシステムを投資して効率化するかっていうところが、やっぱこうレバレッジが効きやすいというか、要はそのね、効果が出やすいと思うんですけど、そこら辺に対するこう意識がなかなか弱いですよね。で、まあ、ここからじゃあ、そういった、まあ、リユース業界のシステム周りの課題を感じて起業されたわけじゃないですか。で、そこから、なんか、今に至るまでっていうのは、なんか、どんな感じ、まず会社作ったっていうところは、その、不内職で働きながら会社作ったんですよね。そうですね。まあ、登記だけしてたって感じですね。別の、はい、役員と。なるほどね。で、そこから、まあ、どういう流れで今に至るんですか？まあ、とりあえずはそのやっぱ EC、うん、あのまあ、今そば2社とやってるんですけど、はい、EC には強みがあって、はいはい、まあ、そっち側の方でまあ飯を食うじゃないけど、うん、コンサルティングやったりとかちょっとしたシステムを作ってっていうので、まあ2年間ぐらいはそれでなんとか食いつない で、はいはいはい、でその間にリコアという今のまあ、クラウド型のシステムの、うん、構想を固めて、うん、今の CTO と一緒に形を作っていってっていうのをまあ2年やって、まあ、僕辞めたのが17年の末とかで、はいはいはい、でリリースしたのが19年か。じゃあまだ2年ぐらいなんですね。そうですね、リリースしてから2年半ぐらいだと思います。なんで、まあ、やっぱり構想からすると4年ぐらいかけてシステム作ったっていう感じですかね。当時ね、あのうちがやってるマクサスコアとかもね、結構いろいろ見たりする。見ましたですよね。なんで結構いろんなその大手さんのシステムを含めて、まあ、コンサルだったんで、はい、いろいろ見れるじゃないですか、はいはいはい、見させてもらって、まあ、課題とかいろんなこと見ていって、まあ、落としていったっていう感じですね。なるほどね。で2年半走って今導入者数何社ぐらい？今だいたい100社を超えてきて、はい、まあ、次150社っていうようなところですかね。何店舗入ってるんですか？店舗数は、でも数百です。あの、はい、1社何店舗もやってるところに。あ、なるほどね、はい、でそうやってまあ成長してきて今があって、うん、まあ、あとは最後にですね、ちょっとこれからのじゃあノバスのないしは佐藤社長の未来ってどうなっていくのかなっていうのがちょっと気になる。最後にこういろいろ聞きたいなと思うんですけど、まあ、なんか、リユースって、まあ、皆さんがどういうふうに捉えてるかわかんないですけど、なんか僕がやってきたことって、はい、まあ、おそらく個人でやってる方の方が優秀なんですよ、うん、基本的に、ね、転売こうやってやろうとか、ね、こうやって関さんのチャンネル見てる人とかって基本優秀なはずなんですね。それを
自分のその小遣い稼ぎに終わらせるか、うん、それをまあ法人に転化してより大きなことをやっていくかっていう違いだけだなと思って、うん、はいはい、僕はリユースっていうものは、まあ、もうすでに法人もやってますけど、これからもっともっと市場が大きくなっていって、うん、要は極端にそこら中のこうなんか美容院の買い取りやったりとか、うん、まあ、要はどこでもリユースやるのが当たり前だよねっていう世界になっていて、で既存のリユースをやってる人たちにはシステムとかそういうのを提供するし、うん、これからリユースをやっていきたいという会社さんに対しても何か提供できるものを作っていきたいなと思って、うん、でなんでまあ二次流通をやろうと思ったりとか、二次流通で何かこう事業を作っていこうと思った時に、うん、まあ、相談される会社じゃないですけど、うん、まあ、そこに対して何かしらこう、まあ、活性化できる会社を目指していきたいなっていう。じゃあまあ個性以外にも結構もうちょっとこうソリューションというかその商品サービス自体をこう拡張していかないとちょっとあれですね。そうですね、うん、そうですね、システムって本当にそれだけではもちろんクリアにならなくて、うん、まあオペレーションそのね考え方の部分もそうだし、うん、実務を代行する部分もそうだと思いますし、うん、まあそのある意味バックヤードというか裏側のまあトータルサポートカンパニーとして、なるほどね、まあ、伸ばそう育てていきたいなと思いますね。なるほど。あ、で一応最後にですね、はい、宣伝コーナーということでですね、はい、3秒ぐらいの、はい、3秒ですね、はい、3秒ぐらいちょっと終わらせてほしいんですけど、はい、わかりました。まあ今ツイッターをですね結構強化してやってるので、まあ、ぜひ見てる方で興味持っていただいたらフォローしていただきたいなっていうのと、はい、もうちょっといいですか。いいですか、はい、まあリユース系の会社さんはぜひですね、まあ、何か困り事があればシステムの面もそうですし、うん、まあ、集客とかねオペレーション面もそうなんですけど、ぜひご相談いただけたら何かお力になれるんじゃないかなと思います。じゃあ、 まあ個人の方はねツイッターフォローいただいて、そうです、ね、まあ、個人の方はマスト社の URL とか URL になっておけばいいですか、ね、はい、わ、はい、かりました。なんでぜひ何か興味がある方はサト社のご相談いただければと思います。では本日お知らせありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんもご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。